平野紫仕様の新展開。戸辺ファミリー食事会で明かされた驚きの裏話とソロデビューの舞台裏。ジャニーズ事務所を退社し、新たな舞台に進んだ戸辺メンバーたち。その中でも、平野紫仕様の動向が注目されています。戸辺メンバーが初めて食事を共にした様子が三宅健の言葉から浮かび上がり、それに伴い平野の意外な一面が明かされました。 一方で、平野仕様と三宅県のソロデビューに関する情報も次第に明らかになりつつあります。この記事では、戸部ファミリーの食事会でのエピソードと、平野仕様の新たな展開に迫ります。戸部ファミリーの初食事会、三宅県が明かした様子、元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏によって設立された株式会社戸部、そのメンバーたちが初めて食事を、 共にした瞬間、ファンたちは興奮と期待に胸を膨らませました。トベメンバーでの初の食事会は、三宅県の X、旧ツイッター、アカウントを通じてファンに報告されました。三宅は8月20日に、こんにちはトベ勢揃いで初のご飯会何来ていこうかな、とツイート。 このツイートにはファンから期待の声が寄せられ、続く22日には三宅が YouTube チャンネルで生配信を行い、その中で食事会の様子を詳細に明かしました。三宅によると、食事会では三宅自身の他に、神宮寺雄太、そして元金プリの平野市用も参加していたとのこと。イムップメンバーも勢揃いし、円卓に座って中華料理を楽しんだそうです。 特に注目されたのは、平野仕様の隣にいたイムップメンバーの佐藤慎とのエピソードでした。平野仕様、小麦粉アレルギーの裏話が明かされる。三宅県が食事会の様子を明かす中で、平野仕様にまつわる意外なエピソードが明るみに出ました。なんと、平野は小麦粉アレルギーがあるとのこと。三宅は平野が小麦粉アレルギーがあるらしくて、 だから、食べれないのとかを全部、新田くんにあげてた、と明かし、しんくん、かなりもうほら、憧れてる平野からもらうご飯だから、食べないわけにいかないじゃん。だから頑張って食べて、結構お腹パンパンだったんじゃないかな、とファンを笑顔にさせました。この小麦粉アレルギーのエピソードに対し、ファンは驚き、と同時に心配の声も上がりました。特に、平野が、 グルテンフリー気をつけてる、とコメントしていたことから、一部のファンは美容や健康目的での生活だと思っていたようです。ジャニーズに詳しい記者によれば、平野くん、小麦粉アレルギーなのとのコメントが s n s へで相次いでおり、食物アレルギーについての不安が広がっています。一般的な、グルテンフリーについて、記事中で触れられた。 グルテンフリーは、グルテンを含む食品を避ける食生活を指します。アレルギー症状のある人は、小麦粉を含む食品を避け、代わりに米粉を使用したものを摂ることがあります。一部の平野ファンは、彼がグルテンフリーの生活を送っていると思っていたようで、小麦粉アレルギーという新たな事実に驚いているようです。平野潮と三宅県、ソロデビューへの期待高まる。 一方で、トベメンバーたちの新たなステップが進行中です。8月24日発売の女性セブンによれば、トベの食事会現場では、滝沢市の指導の下で平野市用のソロ曲が完成し、レコーディングも済んでいるとの情報が報じられています。さらに、三宅県もミュージックビデオの撮影が進行中であり、二人ともソロデビューが近いとの見方が強まっています。 なお、イムップ派8月18日にデジタルシングル、クルージンをリリースし、トベからのデビューを果たしました。次にトベからデビューするのは平野か三宅か、その行方には注目が集まっています。特に、ジャニーズ事務所を離れる北山博光や、元金プリ岸優太との合流が噂されている9月末も近づき、トベの動向に今後も期待が寄せられています。 飛べメンバーたちの食事会でのエピソードがファンの興奮を呼び起こし、平野市用の小麦粉アレルギーの事実が新たに明かされました。一方で、ソロデビューに向けて進行中のプロジェクトも報じられ、飛べの未来に対する期待が高まっています。平野市用と三宅県の新たな展開に注目が集まり、彼らがどのような音楽シーンを切り開くのか、 今後の動向がますます気になります。